はい、こんばんは、はるけです。今回はファンタジーフット予想選手になります。今週末からですね、開始される予定になっている新イベントですね。今回もですね、そちらのイベントから多くの予想選手を紹介していきたいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはですね、こちらになります。まあ、ヒーローの選手3名と現役の選手というふうな予想になっていて、少しね見にくいかもしれないんですけれども、激アツな選手が多くいるというふうな形になってますね。まあ予想ということにはなるんですけれども、基本的にはやっぱり特殊がそこまで今作まだ来ていないっていうふうな選手が来るのかなというふうに思ったりはしますね。ヒーローだったらルシオだったりとか、アロワイラン、カプデビラ、まあここら辺3選手来ると結構需要が高くですね、うん、面白いかなと思います。あとはサンダーストラック以来のデヨングだったりとか、まあセンチュリオンズ以来かなのウーデゴールなんかも結構熱いなというふうに思いますね。あとはビルツだったりとか、フォーデン、バランとかで、インテルからバストーニかなも予想を、されているということになってますね。であとはスターリング、ハキミ、チュアメニ、ハキミ、チュアメニなんかはね、まだゼロ特殊、もう一回も強化カードが来ていないということになるんで、まあそろそろ来てほしいなというふうなところですね。であとはサネだったりとか、ベネデルで、ベルナーだったりとか、フォファナとかですね。で、ペペとかアレックス・モレノかな。ここら辺が予想をされているということになってますね。まあ、ビッグクラブで言うと、まあ、フォーデンとかは結構ね、うん、来るとアップグレされそうな気はしますし、あとはビルツなんかも、本当にこう、使われてもね、おかしくないほどに強くしてきてほしいなというふうにも思いますし、個人的にも、ね、やっぱ来てほしい選手になりますので、予想に上がるのは全然、おかしくないかなというふうには思いますね。まあバランとかもサンダースラックで強かったですし、うん、またそれを超えるこういうふうなカードが来てほしいなというふうに思いますね。でそして続いては自分が予想をした選手になります。結構ね多く予想をしたので2つに分けて紹介をしたいなというふうに思います。まずはこちらになります。まあこちら10名プレミアとラリーガの、選手合わせて10名自分は予想を、しました。ルイス・ディアス、ジョルジーニョ、デヨング、チュアメニ、オブラク、アカンジ、アントニー、ミトマ、ルノルマン、ブリントと。あとヒーローの選手は結構ね絞られはするので、今回は自分の予想からは外して、ますね。で、ミトマやっぱ来てほしいなって思いつつ、前作ファンタジーフットで来てたんで、まあどうなんかなっていう風なところと、まあただやっぱ来てほしいなという風に思ったんでここに入れました。で、まあ先ほどね話はした通り、チュアメニなんかは自分めちゃくちゃ来てほしい、うん、ずっと多分特集来てほしいって思ってる人は多いと思うので、まあここら辺でちょっと最強のチュアミ出してきてもいいんやないかというふうなところと、あとはサンダーストラックでも非常にね需要高かったデヨングですね。先ほどの予想にもいましたけれども、デヨング来てほしいなというふうなところ、あとはアーセナル、もちろんウーデゴール、うん、来てほしいし来ると盛り上がるんですけど、ジョルジーニョもまだ特殊は来てはいないので、まあ来てほしいなというふうなところですね。あとはやっぱ目玉の選手としてルイス・ディアスなんかは結構いいんじゃないかなというふうにも思いますし、アントニーもまだ特殊来てなくって、アカンジもまだ特殊来てないんで、まあここに予想をしてアップグレされると結構ね強い選手になるかなというふうなところで予想を、しました。でまあルノルマンだったりとか、ブリントなんかもレアル・ソシエダ、あとはジローナ、ラリーガの中でもまあ勝ち進んでいく、まあ、アップグレが期待されるようなねチームかとは思いますし、2人もねまだ特殊ゼロというふうなことになってるんで、意外とこう来るとあれ意外と使えるやみたいな、そういうふうな選手になるんじゃないかと思って予想を、しましたね。そして続いてはこちらに、なります。まあこちらも10名というふうなことで、続いてはリーグワンと、あとはセリエ、ブンデスっていう風な、ことですね。まあ日本人として鎌田だったりとか南野は、まあ予想を、うん、しました。ちょっと期待も込みで予想をしました。南野なんかはちょっと活躍もしてますし、特殊ぜひちょっと来てほしいなという風には思ってますね。でまたサパタなんかは結構来ると面白い、でかくて速いっていう風な選手になりますので、ファンタジーフットで来てほしいなというふうに思います。過去作を見るとサパタね結構強かった時もありますので、
まあ、ぜひちょっと強化来てほしいなと思いますね。でセリエ勢からはですね、オシメンだったりとか、あとはムヒタリアン、キエーザを自分は予想を、しました。まあインテルね、誰か多分来るとは思うんですけれども、まあムヒタリアンその中で来ると、もともと逆足4スキル5ですし、需要は高いかなと思います。あとはオシメンなんか TOTY の時ね、特別賞すら来なかったので、まあこのイベントで来るっていう可能性も全然あるかなというふうには思いますね。キエザなんかも速くて、うん、スピードがあるっていうサイドアタッカーなんで需要は高いかなと思います。であとはテルですね、バイエルのテルなんかもフューチャースタジは来てほしかったんですけどね、今作は来ずというふうなことだったんで、まあ結構強いテルっていうのを期待をして予想をしました。あとはグリマルですね、うん、まあビルツ来てもおかしくないし、やっぱり予想に上げたかったんですけれども、まあ先ほどね画像で予想をされていたので、ちょっと外して、うん、グリマールドに自分は、しました。レバークーゼン誰か来ると結構、うん、需要は高いというか、リーグ戦勝ち進む可能性高いですし、アップグレも期待できるかなと思いますね。あとはサンチョですね、うん、サンチョドルトムントに移籍を、してですね、まだ特殊が来てない、まあ、ユナイテッドの頃もまだ来てなかったんで、まあ、ゼロ特殊ということになるんですけれども、ここでねちょっと強いサンチョ、フラッシュバックとかね SBC 全然来ないんですよサンチョ、普通に来てもおかしくないかなって思うんですけど、コズだったんで、まあ外にはちょっと強化カード、うん、この時は出してほしいなというふうなことでここに予想を、しました。あとはハキミね、ハキミも全く来ない特殊が、うん、全然こんなに来おへんかったことないんじゃないかっていうぐらい、今作は全くハキミ来てないですね。 TOTW すら来てないので、ちょっとイベントカードで出してほしいなというふうには、うん、思いますね。ここで一発、まあ、やっぱりハキミは毎作本当によく使われる選手にはなりますので、まあ、右サイドバック一気にねトップクラスの選手になってほしいなというふうには思いますね。こちらがファンタジーフットの予想選手になります。皆様ですね、誰が来てほしいかぜひコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。Nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up without a fight. 'Cause there will be a time.